履歴のカンペ。そう忘れちゃうの。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ミオさんですよね。そうです、そうです。もう話は早いです。そうですね、バレイヤージュ調のものが入ってバレイヤージュ で5ヶ月前に薬酸性ストレートをしたんですよ、はいはいはい、お店で、うんうんうん、そしたらなんかもう1ヶ月ぐらいで戻ってきちゃって、で前も1回かけたことあるんですけど、はい、その時もやっぱり最初すごいサラサラになって、うんうん、よかったんですけど、しばらくしたらまた癖が出てきちゃって、なるほど、こう膨らむんですね。ああ、はあ、そうそうそう。でもうなんかかけても取れちゃうし、うんうん、どうしたらいいんだろうと思って、そしたらあの長戸さんの YouTube とか今いろいろ酸性ストレートも出してて、ああ、ぜひやってもらいたいなと思って。なるほど、膨らみを取りたいって感じですよね。そうですね、なんか地味に膨らむんですよね。地味に膨らむ。そう、ちゃんとかけた直後はすごいまとまるんです。こういう感じってことですよね、要は。そうです、そうです。地味というか ぼわっとする感じですよね。そうですね、うんうんうん、で後ろとかもなんかここが潰れてこう跳ねたりとか、うんうん、いや全体的に絶妙な癖がありますね。うん、絶妙だなそうなんです。カラーはバレイヤージュ以外には、バレイヤージュ、あ、根元が、はい、でその前に自分で白髪染めで黒いマニキュアずっとしてたんですよ、はい、おうおうおう。でブリーチしたらもうオレンジになっちゃって、うん、まあですよね。そうそうそう、うん、それでそのオレンジ味がここに根元に残っちゃって、うん、でそこを自分で黒染めみたいなのを、うん、いろいろやってますね。そうそうそう、だからすごい履歴が複雑で出た美容師さん、申し訳ないなと感じなんですけど、うん、なるほどね、うん、このハイライト、いや多分結構しっかりとした薬でいった方がいいんですけど、あ、ハイライトも、ね、まあでもこれ取っちゃえば大丈夫か、うん、こうしてこれを取って、うん、確かに膨らみますね。で下は下でグラデーションカラーになってるんですね。そうなんです。なるほど。最初真オレンジになっちゃって大変でしたね。そう、でも帰ってくる時ももうこうパーカーみたいなのかぶってちょっと外歩けないぐらいの、俺でもしょうがないんですよ、その美容師さんもすごい上手にやってくれたんですけど、自分のサロンじゃなくて違うところで、そう、うん、うちのお店ブリーチとかやってないんで、ああ、そういうことね。そうそうそう、やってくれたんですけど、うん、私のそのマニキュアが落ちなさすぎて、はい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 、すごいことになっちゃって、ここですね。うーん、うん、そうん、膨らむのと、あとでもブリーチ自体ももう膨らんでんのか、こいつが痛んで膨らんでるんですかね、うん、ダメージで膨らんでる分にはまあね、トリートメントとかで結構落ち着いてはくると思うんですけど、あとはカットですかね。そうなんです、うん、すごい迷ってて、だからあの酸性ストレートして今まででも、うん、やっぱ取れちゃうんですよ、うんうんうん、そうするともう自分の癖を生かした方がいいのかなと思って、あ、確かに、うん、なんか伸ばしてもレイヤーが一番なんかいいのかなとか、あ、レイヤーもありですね。そう、ボブよりレイヤーの方が膨らまないのかな、はい、でもストレートしてちゃんとかかったら、はい、なんか憧れはこうパッツンストレートのパッツンボブ、ラインがこうバシッて出たような、はいはい、あれが本当は理想なんですけど、うん、そうしたくてもなんかこうボワーンと膨らんで裾もなんかなんだろう、内巻きみたいになっちゃうから、パッツン感が出ないんですよね。なるほど、うん、シャキーンっていう感じがいいわけですもんね。そうですね、意外とこうストレートでこうラインがバシッて出る方かっこいいですよね、はい、ちょっとだけでも難易度高めですね。待ってください、ちょっとブリーチ部分狙します、はい、何回ブリーチとか何回ぐらいしますかね。うーんとね、結構して自分でやったところもあるんですよで自分でやったところは外してくれたと思うんですけど、はい、お店でやったのはもう3回ぐらいやりました。ですよね。そう、まだ微妙にあるのか。シャンプーは長戸さんのシャンプー使ってみんな使ってくれてありがとうございます、はい、ホームケアで、ね、ホームケアでやがいなんだかんだ1位ですよ。1位、ありがとうございます本当、ね、結構美容師さんで使ってくれてる人多いですね。そうなんですよ、うん、こうブリーチ部分に矯正が多分ちょっと限界、3回ですもんね。いや、1回ぐらいだったらいけるかなと思ったんですけど、1回、2回ぐらいだったら。出ますね。しかも黒くしてたのをオレンジにして、さらにそこにって感じですもんね。そうですね。なるほど。ようやくここまでなんか抜けてくれたって感じなんですよね。そうですよね。そう。もう本当オレンジで、上からなんか、うん、あのアッシュブルーの14とかこう被せて、オレンジ目消したりしたんですけど。ちょっといろいろやってますね。そうなんです。どうしようかな。そう、なんか膨らむんですよね。ですよね。うん。アイロンやると結構落ち着くんですけど、はいはいはい、あの仕事で結構忙しくて汗かくんですよ、うんうんうん、そしてやっぱりこうボワーって膨らんできて、うん、根元はカラー最近ですか、うん、ね、根元のここら辺のカラーはそんなしてない感じ。そうですね、なんかこんな
にオレンジがあったんですよ。ああ、なるほど。そこを重点的に、はい、はい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 。やっちゃった感じですね。うーん。すごいですよね。難しいですね。膨らむ、膨らむ。一回洗いましょう。はい。洗って、ちょっと様子見ます。はい。で、洗う前に一回アルカリ防潤っていうのをさせたいんで、はい、ちょっとシャンプー台で少し処理して、で、見てみます。はい、じゃあ一回シャンプーでネオメテオ 10.5 でチェンジリンスでお願いします。怖い じゃあシャンプー上がってきて今アルカリ防潤されてる段階ですね。そんなにうねってる感じはしないんですけどね、うん、やっぱでも気になるんですよね。ちょっとボワッとしてくるのが。そうですね、うん、ってことは難易度激高ですよやっちゃいましょう。 OK ちょっとハーフドライします。はい、さあ OK です。こういう絶妙なうねりですねを取ってきます。でこっちは意外に強そうなんですけど、ちょっともう塗り分けでいってみましょう。もうちょっと頑張ってみましょう。お願いします。はい。っていう感じで今日の薬剤紹介、ネオメテオ 7.0 クリームに、インクライン 10% で、pH 5.5 透電点ぐらいの宿毛矯正剤を作ります。ブリーチ部分に関してはネオメテオ 4.5 にインクライン 10% で、 pH 4.5 は 4.5 のままになるんで、 pH 4から 4.5 のがっつり酸性の宿毛矯正剤をブリーチ部分っていう形で塗り分けでいきます。でもう塗り分けかなり難しいんですよ。グラデーションカラーとかよりもバレイヤージュとかになってるんで、もうペーパーで一枚一枚取っていきます。例えばなんですけど、黒いところに騙されるんだけど、あの黒じゃないんですよね。これがどこまでが黒染めの白髪染めが入ってたり入ってなかったりっていうのがもう本当に今超複雑履歴になってるんで、そこはもうアルカリを使うことが難しいんで酸性の中で塗り分けをしていきます。ということで、こうしたらペーパーでまずこう取って、でまず7を塗ります。7塗る、もうペーパーの中で、でオーバーラップ部分が難しいんだけど、ちょっとブリッジの方に入りつつ 4.5、 これを積み重ねていく感じですね。はい、次いきます。次が、はい、取りました。7を塗って、こういう時ペーパーは便利ですね。で若干ブリーチに入ってだかなぐらいで 4.5。 はい、次いきます。こんな感じで塗り分けっていうのをやって、一番難しいところバックはないですね。このサイドのところは特に難しいんで、サイドのこのブリーチがすごい強いところだけ特に注意してやっていこうかなと思います。じゃあいきましょう。複雑履歴ですよね。いやですよ多分断られますよねいや他の店に行ったら、他の店に行ったら、そうですね、ねえ、うん、もう長戸さんしかできないいや薬剤が進化してるんで、まあ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 、ねえ、うん、私今勤めてるところが、はいはいはい、あのちょっと価格帯が普通の美容院と1000円カットの中間ぐらいな、安いっていうのは、そうそうそう、汗だくになるっていうことはそういうことですよね。そうなんです、うん、分かる、うん、なので、うんうん、こういう矯正とかブリーチとかはないんですよ、はいはいはい、でそこにも10年以上いるので、あ、すごいですね。そう、いやだから本当に疎くなっちゃって、あ、こういうカットカラーがメインって感じ。そうですね、宿毛矯正もあんまねやってないですね、うん、なるほど。普通の白髪染めかおしゃれ染めかみたいな、はい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 、特殊カラーとかそういうのはやってないんですけど、うん、だからその YouTube で私もこう勉強してるっていうか、はいはいはい、普通の、うん、あの美容師さんじゃない人と同じぐらいのなんかもう知識しかないんじゃないかなって感じなんですけど、うん、いや絶対そんなことない、いやいやいや、うん、なんですけど、まあ、子供が今大学2年生になったんですけど、この子が社会人になったら、はい、私ももうちょっとこう本格的にステップ美容師として素晴らしい、そうステップアップしたいなっていう目標があったところに、長戸さんのその YouTube 結構ママさん美容師さんから重宝されてます。そうなんですよ、これだと思ってと見てて、でまさか自分が、ね、このそう受かるなんてもう夢のようだなと思ってこの複雑履歴言われたらちょっと言ったよかった
内緒にしてましたね。いや違うんです。聞かなかったですか。なんとなくの見た目で、そうそうそう、まあまあね、ブリーチされてんだなぐらいだったんですけど。そう、だからまあ写真を見て、はい、あの大体ほらプロだからこんな感じだろうなと思って、はい、そう選んでくれたのかなと思って、はい、思ったより難易度高かった。難易度高いと思って。この 4.5 クリームがあるから結構ね、まだ攻めれるは攻めれるんですけど、ちょっとでもやっぱ、ね、一息流し終わってみないと、はいはいはい、僕もまだまだ、ね、そうですよね、うん、ドキドキですよね。ドキドキですけど、まあでももうこう前したらやって塗る塗るしかないんで。お願いします、はい、そんな悪い方向にはいかないと思うんですけどね、うんうん、本当に夢のようです。ちょっと待って、うん、ハードル上げない。違うんですよ、もうこうやってやってもらえることが本当に本当ですか。本当にもう、え、でもどれぐらい応募されてくるんですか。今回直前だったじゃないですか結構、はいはい、10日も1週間前ぐらいでしたよね確か。でしたっけ。だったんで、30名様ぐらい。え、もう意外とあれなんですね、はい、私もっとすごい数の方が来るのかと思って。一般のご予約の方が、はい、はすごいですけど。ですよね。しかも土日じゃないから。あ、うん、平日まずお仕事されてる人で1週間前に言われて、はいはいはい、無理かも。無理じゃないですか。ああ、うん、なるほどね。そうなんですね、うん、その一般のご予約の方はね、もちろんあの3桁になってるするんですけど、YouTube の方は大体、うん、まあでも結構 ゆとり持った募集をすると50名様ぐらい。ああ、うん、でも50名なんですね。お顔出ますからね。ですよね。私も、もうだからセミナーが良かったんですよ。YouTube 入手さんはないかもしれない。その履歴をセミナーしたくない。60人の美容師さんの前でタジタジしちゃうかも。そっか。でも本当眠れなかったですね。返事いただいた。本当に。さっきあの一個前のモデルさんと下ですれ違って、そうそうそう、お話しされました。そうそうそう。お疲れ様でした。お疲れ。もう眠れなかったですって。わかります。私多分2キロぐらい痩せたんじゃないですか。本当に決まってからの1週間。そう、1週間、あ、1週間じゃないですよ。もらったのが4日前ぐらいですか。そうだからその日になんかちょうどあのピラティスの無料体験、はいはいはい、そう休みの日で入れてたんですけど、はいはい、もうそれどころじゃなくて、もうピラティスどころじゃなくてもうずっと頭の中YouTube でたら星を合わせようとか、いや全然勝手に台本作んなきゃ、なんかお二人に委ねればいいのに、はい、なんか変な爪痕残さない爪痕爪痕、いや残せないんですけど、複雑履歴で爪痕。そうですね、そうですね。できる限りね、これはもうお願いします、はい、うん、でもいいんです、何でもこうやってやっていただけたら、何でも本当にハードルが高いのか低いのか分からない。多分高い。そういただいただけでもチャレンジすることは大事ですよね。そうですよね、できないっつってカットで返すのは簡単なんだけど、うんうんうん、なんかね、他の美容師さんがやらないからこそ、うんうん、そこには活路があるというかね、はい、はい、そう、私あのちょっと早めについあの店の確認して、ああ、ありがとうございます、くれたら嫌だから、はい、あのゆっくりしようと思って1時間半ぐらい、はい、早っ。どっち、ちょっと待ってください、お住まいどちら。柏なんですけど遠くない。ちょっと待ってください、1時間で来れますよね。そう、家出たの何時かな、10時ぐらいに出て13時半からです。で、着いて長戸さんが YouTube で撮ってくれたじゃないですか、道順。あ、はい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 、そう、はい、あれ、あそこまでやってくれる方いないですよね。あれ、いや本当外注したかったんですよ今回は。あまりに忙しかったから。ですよね。 そしたら納期が間に合わねえって言われて、それは自分で撮るしかないなと思って本当私方向音痴で Google マップも見れないんですよ、はい、使えないんですよ。女性って多いですよね。え、使えます。いや使えますよ。使えねえから。使えます。いや、この間久留米でセミナーがあって、はい、久留米って言ったらなんか大砲ラーメンっていうなんかラーメン屋が有名なんですごい、ね、食べて実際美味しかったんですけど、うんうん、なんか実際ちょっと荷物が多くチェックアウトしてから、うん、その東京に帰る日に行ったから、うんうん、荷物持った状態で、いや、はい、今考えるとホテルに置いていてもよかったなと思って、うんうん、とりあえず大砲ラーメン行こうっつって徒歩圏で行けるらしいからって言うから、はい、ホテルから出て、うん、なぜか信用しちゃったんですよね。なんかなんかお前マップで調べてよって言って、分かりましたっつって言って、うん、Google に入力して、うん、徒歩13分、あ、遠いな、うんうん、どうしようかな、荷物どうしようかなとか思いつつ、まあいいや歩こうっつって、うんうん、こうやって歩いてるんですけど、うん、携帯を、うん、あ
わかるわかる、やるやる何かちょっと待って、不安だからちょっと見してってさ、見ないでくださいとか言って私ちょっと案内してって言ったくせに。わかる。矢印を自分の方向に向けないといけない。そうで、違う方行っても間違ってるとか教えてくれないじゃないですか。だから矢印がちゃんとどっちに自分の目が向いてるかを確認しながらそれでもあんまり何なの17世何ですか。でもたどり着いたじゃないですか。そういや、たどり着いたんですけども、途中不安でしょうがなくて、ちょっと携帯見してよって言ってもなんかもう見ない私に任せるって言いましたよね任せるって言ったっけと思ってもう着いたじゃないですか。もうありがとうございました、ね、謝ってください。ええ何に対して。え、疑ったことに。あ、そう、ごめん謝ってください。なんでよ。あ、ちょっと薬作ってくれて。ああ薬、塗る薬がなくなりましたでも、お二人すごい有名になってるから。いや、そんなことない、そんなことない。え、あの、言われません、道歩いてて。全然言われないですよ。本当ですか。たくさんあるじゃないですか。俺は言われますね。言われですよね。変装してるんですか。してない、普通に。メガネとサングラスしてないよ。メガネとサングラスしてないよ。サングラスとマスクしてないです。あー、そうなんです、ね、でも、あれじゃないですか。チャリが速すぎて見かけても、あっってなる。確かに。ここ、引っ越してきたじゃないですか。はい。あの、ガスの検診をする女性がいるじゃないですか。はい、はい。ガスメーターの検診ですって言っていらっしゃって、うん、で、はい、あ、お願いしますって言ったら、見てますって言われて、あー、やっぱりね、おお、ありがとうございますって。ですよ、ガスのお姉さんが。ガスのお姉さんが。言われないですね、私は。ねえ、岩崎さんだって。気づかないじゃないですか、あの、YouTube に出てる髪色と、あの、うん、今の髪色が合わないから。あ、そっかそっか。かちょっとタイムロスがあるんです、ね、タイムロスね、ラグ、タイムロスって言ってつられちゃった。タイムロス、タイムラグがあるのね多分気づかないそんな感じでちょっと、はいはい、はい、ちょっと見ますね、わかんないですけど、とりあえずは10分置きたいと思います。はい、はい、こんな感じで塗り終わってます。まあ塗り分けですね、黒とブリッジしてあるところ塗り分け。まあ黒の方も放電点前後 pH 5.5 ぐらいなんで軟化することはないんですけど、これでダメージ少なくブリッジ部分も綺麗に伸びればいいなと思います。まずは10分置いてチェックしてみましょう。おー、失礼します。さあ P、まあ、4.5 なんでね、軟化はもちろんしてないんですけど、しっかり還元できてるかな、どうだろうな、多分まあ今10分ぴったしなんですけど、結構いい感じなんじゃないでしょうか。いいでしょ。でももうちょい置きます。ここが判断のターニングポイント。15分ですかね。流します、お願いします。で、流しの時に、まあ、普通に流し、ヘマチン、バブリング、シャンプーですね、インフォーム入りのシャンプーして、ドロップチェンジリンスでいきましょう。はい、じゃあ中間水洗終わりましたんで、さあ、まあ見てもらうと分かるんですけど、まあこの時点では全然大丈夫ですね。そんぐらい 4.5 っていうのはかなりビビリも修復にも使えるぐらい、まあ軟化をさせない、防塵させないで、さらに還元剤を効かせることができるっていう薬剤なんで。ただそれと根元の 7.0 の方がうまく出るかどうかは、でもなんか良さそうですね。粗場でコーミングして癖が出てこないっていうことは良さそうなんじゃないかなと思います。で、乾かします。乾かしてもうブリッジ部分と混在してるんで、全部ブローしちゃいます。ブローして水分をしっかり抜くっていうのをやります。その前に中間処理いきましょう。はい、おなじみメテオのコネクター5倍希釈ですね、とアクアの原液とノットミスト、でブリーチ部分にだけ、ドロップもう一回つけます。でリンクオイルつけて乾かします。まあバーッとつけて乾かしちゃいますんで、いきましょう。はい、全体なじませてドライですね、ドライブローですね。よし、乾かし終わりました。ブローが終わった段階ですね。もちろんツヤ感と手触りはいいんだけど、そっからアイロンしてどんぐらい固定化できるか、そこにかかってますね。今んとこ良さそうです、うん、ね、すごい、ね、いや今でもあれですよ、ただ中間推薦しただけ十分、うん、アイロンはもう190度で普通にアイロンします。スライス取ったらツインブラシで、こんな感じでいきましょう。ドキドキですね。でもなんかこの時点でまとまってる気がします。はい、気のせいですそうなんですか。はい、ブローでなんか、うん、
ツヤがゼロです。とりあえずチリついてないのが確認できればいいかなと思います。縮毛矯正剤をつけたのにチリついてないっていうのがでかい、ね、あんなに処理剤つけたのになんかすごい早いですよね、乾かすのが。2人でやってるからかな。2人でやってるのと、うん、僕も岩崎も結構あの根元攻めません。ああ、そうです、そうです。わかります。そう。そう。でもそんなすごい熱くはないじゃないですか。うんうん。そう、そこらなんですよね。僕はここ岩崎めっちゃ教え込んだ自信があります。あ、そうなんだ。そう。だからドライを早くするコツとかも聞きたかったんですよ、はい。ドライを早くするコツ。そう。もういかに熱をフロアに逃がさないかですよね。うん、ああ、熱くないようにね。これ振るじゃないですか。うんうんうん、振った時に髪以外のとこ、頭以外のとこに行く場合あるじゃないですか。はい、はい、はいはい。あの時間をひたすら短くする。やってるつもりなんだけど結構なんか時間かかっちゃうんですよね。そう。だからあとはひたすら逆の手で髪の毛振るじゃないですか、うん、はいはい、その振りをめっちゃ早くするとか。あ、要は水気を物理的にも飛ばすし、うんうんうん、まあ、両方物理的なんだけど、うん、なんか熱でも飛ばすし手の力で遠心力でも飛ばす、うんうん、あ、じゃあこうガーってこすった方がいいんです。結構しっかりこするじゃないですか、僕も岩崎も、うん、そこなんですよね、うんうんうん。そう、だからいつも動画であんなに処理剤つけて乾かすの大変だろうなとか思いながら、そう、まあ、もちろんね、動画上ではカットしちゃってるけど、乾かしてる間は、うんうんうん、でもそんなに時間かかってないですよ、ね、うん、そうそうそう、さすが一流は違うんだ。あ、そこでも、ね、ドライもブローも超自信ありますね、はい、そう、よくセミナーとかで言うんですけど、うん、なんかカット上手い人、仕込み矯正上手い人、うん、カラーが上手い人っていっぱいいるけど、うんうんうん、売れてる人に共通するのって、うん、その技術じゃなくてブローが上手い、うん、あ、そうなんだ、うん、今までなんかブローが下手で売り上げある人って見たことないかもしれない、うん、そうなんですね、うん、だからブローは結構しっかり初歩の初歩としてね教え込む、うん、なんか私の時は、はい、シャンプーがうまい美容師はそうそうそう、いい美容師だみたいな。いや、でも僕のところもそうですね、はい、シャンプーがうまい人は、うん、要はそのお客様のことを考えられるか、いい美容師なんですけど、うんうんうん、シャンプーがうまいのと売り上げが上がるのはちょっと一致しないんですよ。うん、そうそうそう、でも言いますね、わ、ね、かる。いや、なんか美容室入って先輩ってなんかことあるごとにその名言出してきます。名言、名言出してきます。そのシャンプーがうまいですか、いい美容師だとか。そうそうそう、はい、なんかね、じゃあ私いい美容室ですか。いい美容室、いい美容師ですか。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。言わされてる。どうしたの、承認欲求がすごい高め。みんな知ってるって、あなたがうまいの。でも気持ちよかったですね。ありがとうございます。だっていつもうまいっつって、お客さんからもうまいうまいっつって、なんで今更言い出してるんです。改めて言ってほしくなった。言ってほしくなった。あ、かわいいっていうコメントで溢れますわ。どうした、ね、なんか寂しいことあったの。そういう風に捉えられちゃうんですね。いや大丈夫、まあ本当可愛いよ。そういうのいらないです。取ってつけたの。いつも取ってつけた。ちゃんと週3回ぐらい言ってあげて。あ、いいな、うん、パソコンとか見ながらですよ。私パソコンに画面に映ってないです。携帯の見ながらとか。すごいですね。なんかながら、ながら可愛い。適当な感じが出てるんですね。そんなことないです、ね、真剣に言ってますよ。真剣にっていうのがなんか真剣に言われてもちょっとねえ、なんかね。そう、本当ですよ。本当に生でさっきお二人初めて見た時に、はい、なんか二人とも、はい、なんだろう、岩崎さんも特に、はい、細とか思って、はい、そう、いや最近痩せたんですよね。え、はい、ジムのね、いや本当あのもう激務で痩せたんじゃないっていう。あ、もうひたすら言いますよ。ですよね。なんかコメント欄にもちゃんと休ませてあげてくださいとか、岩崎さんがなんかやつれて見えます。そうそうそう、違う、なんか悪者になってます。ちゃんとご飯食べてるんですか。本当ですよ、さすがにやばいってなって、ですよね。でジム行き始めて、そこでやっぱジムに行こうっていうのがさすがだなと思って、うん、っ忙しいのに、そう思ってもほら、ね、行けない人もいるじゃないですか、うん、素晴らしいって言って。まあ、だから大台に乗ってはいけないと。大台に、いや乗ったんですけどね。あの、タッチできた。タッチできた。イエーイ。でも何キロぐらい痩せたんですか。私去年のマックス60ありましたよ。ま、そうなんだ。動画じゃもう分かんなかったですよね。でも分かりますよね。顎の肉とかやばいなとか思いながら見てます。今言ってたんですよ、ずっとなんか。いや、そろそろ本当このままだと大台に行ってしまうからっつって。で、大台に乗った件があったんですよ。だから、マジ多分 YouTube も60の岩崎が乗ってる時があるある、多分。あれ、どの辺だろう。どう変だろうな。どうか分かんないけど、多分本当60の岩崎が。この前までは大台に乗ってしまう、乗ってしまうって言いながらコーラ飲んでる岩崎を見てたんで。全部なんかありますよね。
になっちゃうみたいな、ね、いやコーラ飲んで、あのお客さんの合間にサワークリームオニオンのプリングル作って、志田さんがさ志田のあれあれライブの時ですよね、あのそう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 痩せるっつって、そう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 、ファスティング期間中、次の日が、あのあれじゃないですか、あのヘアキャンプのためにファスティングしたって痩せたのに、うん、前の日にプリングルスをずっとむしゃむしゃ食べてたじゃないですか。よく見てましたね。そうそうそう、あちゃーなんかコメント欄でも志田さん食べ過ぎだって、志田さんなくなっちゃいますみたいな、大丈夫かなと思って、せっかく痩せたのにチャットがなんか志田さんそれも一人で食べちゃうんじゃないですかみたいな、止まんないですよね、我慢してたからね、やっぱ食べちゃうね、なんか今何々に特化したとかそういうのが多いですよ、まあ、ね、ショートに特化したとか、うん、そうそうそう、ファミ質改善にとか特化型美容師、そうそうそ う, そう、ね、俺はもうバランス型として生きていく、オールマイティーですよね、直田さんのオールラウンダーってことです、そう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 、なんかね、何でもやっちゃうんですよね、ねえ、多いですよね、やってくれないけどな、え？え？あなたの宿毛矯正、そんなね、私より難易度高いですよね、難易度高いです、高いやってくんないけどな、こうのねセミナーいっぱいして YouTube もほぼ宿毛なのにこんな一番近くにいる最近宿毛矯正のモデルさんがめっちゃ多くて、あ、はい、モデル募集すると9割ぐらい宿毛矯正になっちゃって、はいはいはい、でも分かります、やっぱり、うん、私ぐらいの年代のエイジング毛の方、あ、まあ、とかって、でもそうですよね、うん、そう、もう本当にカットだけじゃ収まらないんですよ、お客様に、ツヤも出ないし、う、でうねりとか、うん、でやっぱ広がるからすいてくれすいてくれってなるんで、 あるあるです、そう、だからこれはもうすかずにもう中戸さんのとこ行って、うん、やってもらった方がいいよって思うんですけどなんか表面だけ宿毛矯正するのが僕は、あ、いつもやりますね、全体やるよりも時間も、うん、髪の負担も、まあ、あと金額の負担もですね、うん、少ないし、うんうん、あ、半分だった、しかも僕らもリスク少ないですよ、表面だけって塗る時間が短いから、うん、タイムオーバーとかあんまないんですよ、あ、うん、タイムオーバー僕と岩崎やっててはないけど、はいはいはい、でもそれにでも何も考えなくてもいいぐらいただ塗るだけで OK だし、しかもカウンセリングの時にカウンセリング来ました、うん、でそれを説明します、うんうん、あ、僕結構鉄板の方法があって、まあ、うんうん、僕のお客さんも新規の人がほとんど少ないからあれですけど、うんうん、表面ストレートした方がいいなと思ったら、うんうん、もうアイロン温めといて、うん、カウンセリング中に大体ここが膨らんでとか言うじゃないですか、はいはい、でここストレートしたらいいんじゃないですかって試しにこんな感じっつってストレートしちゃうんですよ、あのアイロンしちゃうんですよ、そうで左右のビフォーアフターを、はい、やらない方やった方って見せると大体の方がやってくれて、しかももう口を揃えて、もっと早くやればあれすごいよね、みんな言うよね、そうですよね、で大体2回目再来された時に、うん、いやちょっと人生が変わったっつって、ですよね、なんでもっと早く言ってくれなかったのとか言われたし、俺のせいみたいな、俺ね、だからすいませんっつって、うちのお店もやっぱり仕上げもロールブラシとか使えないんですよ、早く終わらせないといけないから、あ、あのスケルトンしかダメなんですよ、あ、なるほどなるほど、で無料料金いただいた方だけ、はい、ようやくロールブラシで、あ、ありますよね、でもそう、でカーラーも巻いたりとか、はいはい、もちろんアイロンもコテもないし、うん、みたいなところなんで、うん、やっぱりこう魔法がかけられないんですよね、お客様、さっぱりするけど、うん、パサパサしたまま帰るみたいな、なんかもう本当いやすごいみたいなリアクションを見れずに、うん、まあ、カットだけでね確かに腕があればできるのかもしれないけど、私はそこまでのあれがないんで、うん、できないですけど、うん、だからなんかすごいいいなって、そうですね、やっぱブローとアイロンあればねかっこよくできますしね、うん、そうなんですよ、これですよねこれはこれはアイロンですよ美容師さんだからそこは厳しく言います普通の酸性ストーブの時も、多分今までやってたのって、うん、はい、アイロン時もここまで来てないと思うんですよね、そうだったのかな、うん、これ多分ちょっといい感じだと思います、うんうん、根元ブリッジ部分は、うん、うんって感じですけど、いや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 、うん、すごいですよこれ、じゃあちょっと固定剤作っていきますね、はい、はい、そんな感じでアイロン終わりました、ということで2剤洗顔とローションブロムアルテマですね、いつものメテオ 20% レブリン酸グリオキシル酸グリ誘導体トリビトールが入って、さらに pH 調整ができるんで2液に 20% ミックスがおすすめです、1液に混ぜると1液の還元作用をもうかなり低下させるというか、まあダメージ網とかには相当いいんですけど、すごい抑えてしまうんでネオメテオの1液には混ぜない方がいいかなと思います、でリキッドなんです、スポイト塗りですね、まあそれが仕事は早いんでスポイト塗りがいいです、まあ垂れないようにテグシを通しながら全体につけます、でブロムなんでバーッとつけて時間15分置きたいんですけど、こういうのは塗布量ですね、2液は塗布量が少ないとどうしても酸化不足になりやすいんで7分2回ですね、
7分2回でやって、さらにシャンプー台で流す前にももう一周ささっとつけて、もう本当に酸化不足が起きないようにします。言うても 100% 酸化するのは無理なんですけど、それでもできる限り努力して酸化不足っていうのを少なくしましょう。はい、じゃあそんな感じでバッといきましょう。あとは祈るのみです。うん、祈ります。一緒に根元は結構いけたんじゃないかなと思うんですけど、いや、うん、何が難しいって黒染めじゃないですか、うんうんうん、だから、うん、あの染まってないとかありますよね、うん、そこは怖い、ね、あのそうなんですよね。この設定の薬剤だと、うんうん、ぶっちゃけバージン毛全然伸びないんですよ。あー、そっか。でもバージン毛のとこありますよね、それの見分けがこの黒だと分かんないから。そうですよね、ね、それだからバージン毛のとこは今日伸びません、うん、だから白髪染めをしてあるところがどこぐらいまで広範囲かによって、うん、今日のあれが決まってくるんで、うん、まあ、伸びないって言ってもゼロではないんでしょ、うんうん、綺麗にストンとはしてほしいんだけど、多分ここら辺の根元バージン毛なんだよなっていう襟足のあたり、うーん、いや、いろんな部位があってこれは本当にね、難しすぎですよね。確実によくはなるんだけど、うん、そう、養子さんあるわけ、ね、そうなんですよ、ね、そうやっちゃうんですよ、休みの日とか。いや、そうそう実験しちゃうんですよ、自分ので。そうそう でも良かったのは、いろんな散熱トリートメントとかしてないかな、うん、あ、散熱系のトリートメントガンガンやっちゃってる人は、はいはい、なんか吸い付けた瞬間になんか下周連でギューってなってて、そこで無理やり形を保ってるんだけど、あれちょっとでもアルカリっぽいのつけたらポーンっていっぱいがあるんで、今日はあのアルカリ全部ノンアルカリなんで大丈夫だと思うんですけど、まあそこじゃなくてブリーチとかだったらまだ見やすいの。ただマニキュアもしててグレーカラーもしてて新しいだからそう迷うのが、こっからまあバレイヤーズとかちょっとハイライトを楽しみたいと思ってるんですけど、あ、いいと思いますよ。あの白髪をどうしようかなと思ってて、はい、もう白髪生えてるところから、ね、根元からブリッジしちゃえばいいんじゃないですか。あ、ハイライトを入れて、もう白髪ぼかしみたいな。でいいかなと思いますよ。うん、で結局黒を乗っけたらまたそこをブリッジした時に赤くなるんで。そうなんですよ。そうですよ。そうだからどう持ってったらいいんだろうと思って。はい、残留しない黒とかって言いますけど、うん、ゼロじゃないですからね。ですよね。うん、そうだからなるべくなんかネットとかで残留しないのを選んで、なんかね、なんだっけ、ロレアルのクロマインクブラックと、はい、あとフィオレの 3MT、 それは最近あの水木から教わって聞いたんですけど、あ、そうの2つはいいらしいですけど、でも残留しづらい、しづらい、ゼロではない、やめた方がいいよマジであの鵜呑みにしない方がいいよ本当にでも本当に気持ちは固いでもやっぱりね、美容師さんからするとほら、まあね、黒染めって聞いた時点でハンってなりますよね。もうブリッジしないですから始まったまあじゃあこれで時間を置きます、はい、ちょっと乾燥しないようにラップだけ。お疲れ様です。さあ計15分経ちました。まあ大丈夫そうですね。シャキンまではもちろんいけないんですけど、うん、ある程度伸ばすことはできたんじゃないですかね、うん、はい、じゃあ流します。流すときにメテオが入ってるんで軽く泡立てでお願いします。泡立てして、うん、普通にメテオコネクタアシッドリンクコアミお願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあノットのミストをつけます。さあ頼むよ。大丈夫ですきっと大丈夫ですか、ね、大丈夫、うん、長田さんの、いやいやいやハードルさあ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 、うん、まあ、もちろんあのいらっしゃった時よりもう、うん、もう分かりますよね。すごいまっすぐになった、まっすぐになったというか、うん、頭が小さくなった感じ、うん、さあカットをどうしましょうか。本当は伸ばそうかなと思って、うんうんうん、で癖が出ちゃってたんでもうレイヤー入れないとダメかなと思って、うんうんうん、でも梅雨時期なんかもう縛んないとダメだろうなと思ってたんで、うん、下の方だけちょっとレイヤー入れちゃったんですよ。なるほど。だけどまっすぐになったらやっぱり理想はこうボブ、ボブ、うん、綺麗なこうラインが入って、まっすぐなってるかないや自信はあるんですけどバージン毛がまっすぐになってないはずなんですでもいっちゃいますか。いいですかね。うん、いいと思いますよ。前下がりボブ、はい、行きましょう。はい、お願いします。串を通した感じはね全然悪くないんで、うん、でもアルカリ引き寄せみたいにシャキーンとはなってない、うん、まあ逆にそっちの方がいいはいいんだけど、うん、さあじゃあいきますね。はい、じゃあカットいきます。ということでまっすぐになってると信じて俺より先に言うな先に言われた。いきます。はい、レザーで作るワンレン前下がりワンレンクスですね。もう説明不要なぐらいですね。ラインを取っていく、うん、で若干前下がり、こんぐらいのレングスの場合はちょっと
とコーンケープで切っていってあげるといいですね。で、持って一番下のところは生え癖で形取りづらいんで、最後セニングなんですけど、こういう襟足の上に跳ねちゃうような毛たちをまずここでループセニングで落としときます。いきなりトリマー行ってもいいんですけど、もうそれでやるよりはハサミである程度パワーをダウンさせてあげる方がいいですね。このセニングでラインを作る。ここシザーで行っちゃうとどうしてもね、綺麗に肌なじみが良くなくなるんで、よいしょ、こうして、うん、そしたら上はできる限りテンションをかけない方がいいですね。優しくコーミングして、で、指にレザーを押し当てる。優しく。はい、こんな感じ。はい、どんどん上から行きましょう。まずはワンレングス切って。で、あとは量感調整は癖を見てからですね。多分大丈夫だとは思います。いい感じです。こうして。レザーカットとかやります？レザーはもう全然やってないから。やってないか。膝ケースに入ってんですか。あ、わかる。登場がないです。あとドライで基本カットするんですよ。ああ、そっか。人数こなさなきゃいけないですよね。多分。そうですよね。そうするとやっぱり使えないんですよ、ね、うん。そうですね、うん。ドライでレザーはなかなか怖いですもんね。そうそう。うん、で、びしゃびしゃにこう濡らしてる時間もなんか。ああ、なるほどなるほど。もったいない。それ一日結構疲弊しますね。もう体力勝負ですね。ですよね、はい、確かに。何人くらい、1日土日だと20人おお。でも、ま、マンツーマンですか。アシスタントの子とかが いないですですよね。そうだから、マンツーマンで20人。あ、でもあれですよ、やっぱりなんて言うんだろう、1人20分ぐらいしか基本かけちゃいけないんですよ。うん、まあでも、うん、結構スタイルによっては全然オーバーしちゃったりとかあるんですけど、うん、カラーもされますよね。だって彼もカラーもするんで、うん、ロングの全体を一人で塗るのとか全然ダラなんで、ね、そう。シャンプーは？シャンプーも自分で基本ですよね。そうです、そうです。だからもう土日なんかはずっとやってますね。ですよね。休憩もないんじゃないですか。あ、休憩はね、一応社員は1時間、はい、40分間20分そう20分なんですけど、はい、もうその休憩以外はずっとお客さんですね。お客さん並んでる感じじゃないですか。だってそうです、そうです。ですよね。すごい、なんか100人以上は、やば、何十、うん、来るときは来ますね。いやー、来てくるので、みんなもう年齢的に40代50代なんですよ、スタッフが。スタッフが、おー、そう、だみんな結構疲弊してる。もうボロボロですね。結構社員なんかは、そう、ここ前下がりで、この三つ襟のさっきこうコンケープ状に切った流れを横でこのままいきます。だからフェイスラインはそんなに切らなくてもいいかなっていう感じですね。いや、なかなかですね。なんでしょうね、うん、だからなんだろう、本当にこう言い方悪いけど、うん、ちょっとこう質を極められないっていうか、はい、そう、もうスピード勝負ですもんね。そうそうそう、質より量みたいな仕事になっちゃいますね、正直、うんうん、なるほど。やっぱり、うん、こうね、量より質っていう仕事を、はいはい、やっぱりしたいなってなんか思いますね。なんかそういうところでずっとやってると、ね、1日3人をひた、うん、めっちゃ綺麗にした方が、うんうんうん、いいのかな。そうなんですかね。だからまあそういう そこまで求めてるお客さんに対応できる技術力ってことですね。そう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 、うん、じゃあレザーである程度切ったんで、今度飛び出てる毛をせっかくレザーで切ったのにシザーで切っちゃ意味ないんで、ちょっとシーシープしながらセニングで落とします。あとはもうドライですね。ドライカットなんですけど、まあとりあえずしばらくはこうセニングで落としてあげる。まあリングスはこういう感じで、こうコーミングのこの R ですね。ただこうコーミングするだけで絶対跳ねるんで、こうしっかり R を作ってあげて、ブローしてどういう状態になるかっていうので、こうした時に最後この左手の指の腹で、腹逆ですね、なんていうの、こっちこう手指の背わかんない、ここ指でこうちょっと押してあげて、なんとなくの形を作っといてあげる。そうすることによって、ここはじゃあ長いなとか、ここはもうちょい切った方がいいなっていうのがわかります。よし、もうただのワンレングスなんですけど、これが意外に決まったりするんで、こういうブリッジデザインとかには下手に段入れて毛先の位置がいろんなところに出ちゃうと、バレイヤージュデザインが良くない場合が多いんで、
そしたらノットのリストついてるんでリンクオイルつけて乾かします。ドキドキのドライですなんでちょっと乾くまで祈っててください。大丈夫ですよきっと長門さんだから。いや乾かします。乾かしただけです、ね、ブラシも使ってないパターン。すごい、いやーよかったよかった。違う、さすがですね。そう、ブラシも使ってない状態です。でまだちょっと、なんならちょっと濡れてます。超かっこいいですね、はい、でここですね、こういう感じでブリーチ部分以外はここです。おお、ブローもしてない、ね、あ、そうそうそう、ね、ブローもせずにここまで来れて、ブリーチの部分は若干ブローしないとちょっとケバッといくとは思うんですけども、でも触っていただくと、いやいやいや、出た、ちょっと汗が来ましたね。これですね、これですか、みんながやってるスルスル良さそうじゃないですか。はい、すごい、超かっこいいです。ありがとうございます、すごい。じゃあちょっと一回バーッと見てもらおうかな。モードです、いい感じ。そう、はい、ブラシも入れてない、乾かしただけでもって、さすがにブリーチ部分、ブリーチ3回部分はちょっとブラシ入れないと。いやいやいや、でもまあツヤは出てるかな。そう、出てそう、出てそうだね。でもちょっとまあ若干のザラつきにはなっちゃうんだけど、ブリーチしてない部分 7.0 でいった部分はブラシ入れないでもここまでの感じっていうのができるかなと思います、うん、さあブローしてドライカット、はい、ブローしたらさすがにブリーチ部分も完璧じゃないですかね、うん、すごいツヤが来ましたね。ね、アイロンもしてないの。そう、アイロンしたみたいですね。そうなんです、アイロンしてないのにアイロンしたみたいなのが、うん、新しい新薬剤のね、メテオってやつなんです、うん、そうなんだ。そう、だからあのメテオっていうトリートメントを出してたんですけど、はいはい、知ってます。やっぱアイカラーに入れるとアイロンするとすごい綺麗、もちろんアイロンしなくても手触り良くなったり、うん、カラーのダメージ軽減したりとか、うん、いろんな効果があるんですけど、うん、このアイロンのあのツヤずっと長持ちさせたいよねっていう声がやっぱりもちろん多いじゃないですか、うんうん、っていう人たちのために作った宿毛矯正さん、すごいですね。いい感じじゃないですか、ね、完璧じゃないですかありがとうございます。いやでもちょっと肩の荷は降りました。いやいやいや、バレイヤージュがめちゃめちゃ綺麗、ね、そうだね、うん、それがね、ボワッとしてた人比べると全然違うと思う、うん、ということで続きですね、はい、こういうところ細かいところをセニングで落とします。落として、まあ正直こういうデザインカラーしてる人はあのカットはもうワンレングスとかにしちゃった方がかっこいいんで、ただワンレングスの質をちょっと強くしてあげる感じにしましょうかね。持って、はい、真正面向いてください。こういうボブは耳にかけた時のここの飛び出しもあんまり綺麗じゃないんで、ここは飛び出さないように、耳にかけてここです。耳にかけて、いいよ。そしたらまずピンポイントで耳の後ろだけすきます。耳の後ろルーツセニング、ここで一気に、そんな取っちゃっていいんですか。あ、もう耳の後ろはタイトに行きたいんで、うんうんうん、耳の後ろは2回ルーツセニング入れちゃってくる。そうするとピタッとしてきます、うんうん、よし、耳の後ろをタイトに、うん、OK。 そしたらそんなに量は取らなくていいんだけれど、若干膨らみやすそうなところっていう、ここら辺かな、うん、お、出たどうした、あ、出た、ツンデルさんが言われたんで、え、この推しのセニング、推しのスライドカット、あ、スライドカット推しのセニング痛いですよねセニング押したら痛いあ、出た、と、あ、出た、そうそう、生で見れたと私が長さにしたいやつそうなんですか、はい、なんかしましょうかっていう、いや大丈夫っつ、いや俺ただでさえすかなくていいぐらい髪量少ないからえ、そうなんですかあ、そうなんですよ、全然これ一切筋ない、あ、そう、癖でですよね、癖毛です、これ全部、はい、いいですね、パーマみたいで、ね、もうただのワンレングスです、うんうん、はい、ね、今崎さん切ってましたもんね、そう、なのになんかね、うん、はい、なんかすごい注文つけてくるからじゃあスライドカットもしますかって言ったらそれだけは嫌だそれはいらないっつってちょっと怖いよし、うん、
あアイロンなしでここまでくれればいいですね。そうなん、やっぱりアイロンって毎日やると痛むじゃないですか。まあね、そうそう、うん、だから本当しなくてツヤが出るんだって。いや、しかも、うん、美容師さんって200度とかでやりません？いやそこは守ってますか？はい。なるべくよかった低い温度で、はい、そう、何度が理想なんですか？160じゃないですか、ブリーチしてても、あの、まあ、ある程度。ああ、うん、160までいっていいんですね。160ぐらいだったらいいんじゃないですかね。私120度とかですか？120で何回もやる方が痛むかも。いや、摩擦のダメージも結構あるから。うん、ネットでも結構幅があるんですよね。そうですね、そうだからそれも聞きたくて、そこにもラディアント160度がいいですよ。ああ、ラディアント、そんなにアイロンによって違うんですか？ラディアントは痛まない。そうなんですか？全然違うと思ってます、僕は。分かんない、理論的には分かんないですけど、ラディアントがやっぱ一番。そう、襟足のここですね、ちょっと線に、まあ、細かいところ取ったら、ちょっと最後アイロンして、メテオが入ってるんで、あの、さらに綺麗になります。わかります。意味の結合っていう、はい。さすがでございます。シュワーって、あの、煙が出るやつ。そう。で、表面の毛を少しドライカットしたんで、この、表面のブリッジちょっと減ったんですよ。うん、だからこそ、束感ががっつり出るんじゃないかなと、思います。うん、かっこいい。OK。じゃあ、メテオの耳の結合作りですね。あんまり内巻きにしない。曲げない感じでいきましょう。ちょっとモードに。うん、そう。分かってましたけどね。なんか最近、はい、なんか私がシンクロするよ、ね、やろうとしてたりとか、うん、今からもうやってるのに、うん、なんかあれやっといてって言われると、うん、なんかイラッ。イラッとね。わかる。勉強しようとしてたのにしろって言われる、うん、あの子供のね、親にね、言われて最近それ多いんですよね。最近すごいピッタシなんですよね。もうやってますけどみたいな。いやもうでも通貨なんですよきっと。いや通じ合ってるから。最近本当にピッタシなんですよね。うん、ねえ、もう違う、それでやる気なくなるんですか。やれなくてもやってますけど、やってますけど何かみたいな。息ぴったりなんですよ。いや本当、ありがとうございます。私のこと信用してませんけどね。うん、いやことないですですよね。7年ももう一緒にいるのにそんなに私のこと信用されてないみたいなね。びっくりしました。もう私7年あなたと一緒に7年強調するな。7年やってきてあなたについてもう4年ぐらいなんですけど、ね、悲しくなりました。そうですよね。シュンバッチリです。いやすげえツルツルです。バッチリです。耳の結合、意味の結合、ハローディアデンスオイルですね。オイルってなんか、うん、バーって流行ってバーっと廃れるじゃないですか。うん、そうなんですかね。なんかでも結構思ったよりロングセラーになってるかも、ハローディアは。バームも流行りましたよ、ね。バームも今も流行ってるんですか。バームは今一時期よりはここ最近バーム多いです。ああそうなんだ。なんでかっていうと最近結構ショート切ってるから。あ、最近ショート結構切ってるね。なんかバッサリ行く人が多いですね。バッサリが多いんですよ。SNS でもすごい出てきますよね。そうですよね。バッサリ切ってみたいな。そう、だからバッサリが多くて、そうするとバームの方がいいんですよね。超かっこいい。切ってよかったですね。でも。よかったです。超かっこいいです。超かっこいい。来ました。バカっぽい。よいしょ。はい。よし。わお。うわ、すごい。超かっこいいですね。ラインが。ラインいいですよね。さすがだ。いやー、強制。そう、いや、ネオメトロのパワーを知ってるし、うん、いけるのは分かったんですけど、さすがに、ブリーチ3回と、うん、しか、いや、ブリーチ3回の他に、一番怖かったのは、新生も。そうですね。こうですね。なんか、バレイヤージュが生き返った気がする。あ、そう、ちょっと量減らしたんで。うん、なんか、ボテッと乗っかってる感じだったんですよね。そうなんですよ。そう。それを量減らしたのと、やっぱストレートになったっていうのは、さすがです。大きいかなと思います。はい。お疲れ様です。満足です。ありがとうございました。はい。じゃあそんな感じで今日は、複雑履歴に対する縮毛矯正、ネオメテオを使った縮毛矯正ですね。こういう感じ。まあ、ちょっと今オイルついちゃったんで、少し毛束感が出ちゃいますけど、もちろんツヤのある感じで、バレイヤージも生きる。ブリーチ毛のところにも 4.5 クリームをうまく活用することによって、しっかりと縮毛矯正ができます。でさらにビビリ毛の直しは 4.5 にインクライン 10% がかなりいい。まあ言うてもビビリ直しのビビリっていろんなビビリがあるから、じゃあそれやれば絶対治るとは言いません。必ずあのそのビビリに合った修復方法はあるんですけど、一番僕が今現状やってるビビリ直しの中でも一番効果的なのがそれだっていうぐらいで押さえておいてください。ビビリ直しっていうと結構
結構美容師さんがすぐ言ってくるんですよ。困ってビビっちゃったんですどれつければいいですかって言うんですけど、いや触らんとわからんっていつも思うんですよ。ですよね、そうだから触って、でも一番効果的かなと思うんで、うまいことサロンの図にしてください。あ、バッチリですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。いいです。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、バッチリですね。終わってしまう。何それ、ディズニーランドの夜みたいな。バッチリです。はい。これ、最後のやつ。ありがとうございます。はい。ピアスなくなったんですけど、どうしたの？こんなに耳のアップを YouTube で晒す人いる。今日は終わりです。今日は終わりです。今日は2名です。コインランドリー洗濯機が壊れた、はい、岩田さん。でもどうやってしたらいいか分かんないです。初めてコインランドリー行くんですよ。どうしよう、どうやってやるんですか。スイッチ押すだけですかね。何言ってんの。いいよ、バックルームの洗濯機使って。あ、本当ですか。ダメだと思った。本当。え、でも今日ちょっと洗濯したいから、うん、コインランドリー、人生初コインランドリー。いってらっしゃい。洗濯機ありがとうございます。自分で買いなよ。同じ感じのやつがいい。あれめっちゃいい。だよ、リンク教えてあげる。ネットで買える。お疲れ様でした。じゃあねー。